はい、こんにちは、ちくさばです。今日は新しい生態をお迎えしたので、その子を紹介していこうと思います。じゃあ早速出していこうと思います。ちっちゃいな。今回お迎えしたのはこのヘビちゃんです。ちょっと開けて中見てみようかな。開けた瞬間暴れ回るから、とりあえずこの容器に入ってもらいました。今回お迎えしたこの子はダイヤモンド水辺ヘビ。水蛇じゃなくて水辺蛇っていうらしいです。英名でね、ダイヤモンドウォータースネークとか言われるかっこいい名前の子で、柄もねかっこよくて、まだ子供なんですけど、ちょっと一目惚れしてお迎えしちゃいました。水辺蛇って普通の水蛇、広口水蛇とかそういうの、広口水蛇とかそういう水蛇は完全水性で、水槽とかで水いっぱい張って飼うんですけど、水辺蛇は半水性みたいな蛇らしくて、水辺を好んで水の中に入るけど、ずっと水の中で生活する子ではないらしいです。であんまり水の中にずっといると皮膚病とかになるらしいんで、気をつけないとなっていう子です。でこの子 CB 個体じゃなくてアメリカのワイルド個体らしいんで、ちょっとあんまりそこまで人慣れはしてなくて、ハンドリングとかしたら結構暴れちゃう子なんですけど、ただその代わり餌とかをバクバク食べて、餌は今はメダカを食べてるらしいんですけど、3日おきにメダカを5匹ぐらい食べるらしいです。とりあえずそんな感じで説明終わりで、この子の飼育設備を作っていこうと思います。今回飼育で使う床材はこのうちで飼ってるタイガーサラマンダーとかに使ってるフロックソイル。まあね、湿度を保って、なんかあまり保ちすぎるのも良くないって書いてあったり、湿度を保たないと良くないって書いてあったり、二択なんですけど、一応買って今回購入したショップの人には湿度高めでって言ってたんで、それに従ってこの湿度を保てるフロックソイルと、この水苔、園芸用の水苔、ショップの店員さんが言うには水苔の中とかに潜って隠れてたりするみたいなんで、ちょっとこういうのも使って床材を、ソイルと水苔を使っていこうと思います。あとシェルター、ウェットシェルターの一番大きい L サイズのやつ、ショップでの様子を見たら、ここのウェットシェルターの上に水溜めて、でこの中で隠れて休んでたり、逆に水がないこの中でシェルターの中で隠れてたりしてたんで、ちょっと大きめのこのシェルターを隠れ家として置きます。隠れ家兼水場として置きます。あと最後にこのダイソーのタッパー、なんかタッパーの中、タッパーにも水入れて水場みたいにして、でこの中に餌のメダカを入れて、でそこで餌入れにして、で入れてたら勝手に食べるらしくて、でこの中で、この水の中で休んでたりもするらしいんで、これも置きます。で今回このちょっと特大のプラケを使って飼育するんですけど、結構野生では晴れた日とかに日向に出て温まったりバスキングみたいなのするらしいんで、ちょっと今度、まあ、水槽とかそういうのを買ってバスキングできるスポットも作ろうかなって思ってるんですけど、今日はとりあえずこのプラケで作ってみたいと思います。ソイルを開ける。こんな感じでソイルを引いて、ソイルを切り拭きして、こんな感じでいいかな。で、このタッパーを、よいしょ、このタッパーを
と入れて、とりあえずこんな感じで完成で、めちゃくちゃ簡易的で、一応水苔部分はすごい多湿になってて、こっちソイルも湿ってはいるけどそこまで湿度は高くないって感じで、めっちゃ湿度欲しい時こっちで、ほどほどの時はこっちみたいな、一応それの違いを作って、シェルターと一応水入れ兼餌場にして、こんな感じで飼ってみたいと思います。そしたらちょっと結構待ってるんで、この子を入れてみたいと思います。さっき逃げ出しそうになった時に噛む仕草を見せたからね、もしかしたら噛んでくる子かもしれない。おお、すごいすごい、あ、逃げた。危ない危ない危ない、すごい息がいいな。はい、じゃあどうぞ。ここがあなたの新しいお家です。最大全長160ぐらいになるらしいんですけど、今まだこんなちっちゃくても結構動き回るヘビだっていうんで、まあ、とりあえずこれもまあまあ広いけど、もうちょい広くてバスキングもしつつ休めるみたいなケージを今度作ろうかなと思います。そのこのダイヤモンド水辺ヘビ調べてみたけど、なかなか情報がなくて、そのバスキングがどのくらいいるのかとか、体質すぎない方がいいのかとか、そういうのがあんまり出てこないんで、ちょっと飼いながらいろんな人にアドバイスもらったり、自分で調べながらなんとか飼っていこうと思います。すごい暴れ回る。今はとりあえずプラケで飼うんで、脱走されないようにちゃんと蓋とそれもね、固定するものを置いてたり、置いたりつけたりして、脱走されないように気をつけます。餌も一応メダカをとりあえず20匹買っといたんで、うわ、脱走してる脱走してる、すごいなこの子、すごい脱走名人だ。この中入っとれ、そう入っとれ。同じぐらいのサイズのこのスネーク買ってるけど、この子の方がすごい動き回るな。水辺ヘビってそういう生き物なのかな。まあ一応ショップでは3日おきに5匹ぐらい入れてたらしいんで、とりあえずはそのペースと量で上げていこうと思います。また今度、今日はまだ来たばっかりなんで餌あげないですけど、また今度餌あげる動画もピンセットから食べてくれるかまだわかんないんですけど、ちょっとずつ慣らして捕食シーンとかも撮ろうと思います。はい、そんな感じで今日は新しい子ダイヤモンド水辺ヘビをお迎えしたっていう動画でした。ちょっと飼い方もそこまで詳しくないし、水辺ヘビ初心者なんで、なんとか頑張りながら長生きしてもらえるよう頑張っていこうと思います。そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。さようなら。